今回紹介するのは新田優さん。1994年10月18日生まれ、神奈川県出身。芸能事務所トラスターに所属されており、モデル、女優、グラビアアイドルとして活躍されています。学生時代にはフィギュアスケートの選手だったようで、アスリートらしいとても均整の取れたスタイルをされていますね。新田優さんの3サイズは92、58、92の F カップ。身長も172センチもあるようで、とてもグラビア映えするスタイルの良さです。2022年には日本グラビアクイーンコンテストにてグランプリを受賞されており、 9.5 等身の美女として話題となりました。学生時代には大会で入賞、優勝するほどの実力でフィギュアスケートをやっていた彼女。フィギュアスケートを引退した後、2017年にミスユニバースジャパンの神奈川大会に出場されているようです。この神奈川大会にてファイナリストに選出され、特別賞を受賞したことで注目を集めます。2018年からは自身のスタイルを生かしてグラビア活動を本格化されており、数々の雑誌に登場されています。この頃からタレントとしてバラエティ番組にも出演されたりして、メディアへの露出が増えていったようですね。2022年には週刊プレイボーイの人気企画グラドル番付にて西の張り出し横綱に選出されていました。そして冒頭にて説明した通り、日本グラビアクイーンコンテストにてグランプリを受賞されるといった流れのようです。グラビアアイドルとして理想的な活躍のされ方ですよね。2023年には初の写真集が発売され、こちらで披露されたセミヌードも注目を集めました。新田優さんの SNS にはこの写真集発売時のオフショットや日頃のグラビア撮影時の未公開カットなどが掲載されていますので、ぜひご覧ください。今グラビア界で最も話題を集めるグラビアアイドルの一人として、これからの彼女の活躍にも注目していきましょう。今回の動画は以上となります。今回の動画もご視聴いただきありがとうございました。他にも魅力的な女性を多数紹介しておりますので、よろしければぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で。